さあ2019年なんですけども、スタジオサンチュークでのライブが、江藤彩さんのバースデーライブが1月の11日しあさってねあるということで、出演者の皆さんに集まっていただいてますけれども、まずこの出演者、あけましておめでとうございます。1月11日のマンダラ頑張りましょうということで、頑張るためにですね、これから、5人で縄跳び大会をします。で、千田くんが、なんと記録62回ということで、二重跳びのね二重跳びの記録が62回なので、ルカくんと流星くんとあやさんと、さらに僕の合計対千田くんの1回と千田くんの1人を勝負すると。で、負けた方が罰ゲーム出たて10回とルールがね、しかも負けた方が10回とかで、千田くん1人だからねね、なので、それぞれ順番に、じゃあまずはルカ君から二重跳び入って、だってルカ君あの高校サッカー選手だから。二重跳びだけできないです。すんごい運動神経いいんですよ、ルカ君は。何なの、うん、何なの。流星君もそうね、ね、ルカ君と流星君はサッカー選手、高校サッカー部活やってるから、サッカーめっちゃうまいですね。ね、ということで縄跳び選手権2019三地区杯ということで始めたいと思います。はい、寒そうの音、気温何度だろう。もうあやさんの寒そうのこの格好ね2回やっていい方の回数ですけども、ルカ君の1回目です。ピー1回、 OK、 まず1回ね。あら、これからだよ。に、いった。さあ、2回目です。ピー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、4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 0、1、2、
ごいプレッシャーかけられたね、これね。やばいですね。やばいね。もうこれね。三、四。じゃあ行ってみますか。これ今でもそっちの記録が55だから、うちの記録としては6今。うん。50超えれば、勝てる可能性があると、2回のうちでね。いきますよ。それでは、用意、スタート、1回目です、プロです。千田プロ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、35、36、37、38、39、40、21、22、23、34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 、36、
10。あやさん、バースデーライブ当日になりましたね。動画、当日ですね。もう気合いのほどはどうですか？めっちゃ緊張してきました。急に緊張しました。あやさん緊張しなそうじゃないですか？めっちゃしますよ。本当ですか？ライブハウスってここ初めてだもん。めちゃめちゃいいですよ、マンダラさんは。ねえ、そうなんですよ。皆さん、あの友達も、うん、マンダラでやるのすごいねって。あ、やっぱみんな芸能関係の方多いから、やっぱり。あ、そうなんだ。ドキドキ。いやいや、もうだから、いや、逆にやりやすいと思います。三味線持ってますし。三味線持ってますし、ね、しかもめちゃめちゃ衣装がなんか80年代な感じで。そう衣装じゃないですよね、これ。これやろうかな、これ。あやさんが良ければ。あやさんが良ければいいですよ。衣装替えはしますよ。いいですね。じゃあ今日頑張りましょう。よろしくお願いします。頑張ります。さすがカメラ慣れしている千田君。あれ、お隣の方は？お隣の方は？頑張ります。今日初めてのライブなんですか？初めてなんですね。あれ、そっちの人？頑張りましょう。戸田君と千田君のコンビでした。戸田千田。あやさんとはですね、あの昨年の7月なんですね、出会ったのが。本当つい最近なんですけど。茨城県の方でイベントがありまして、そこに僕出演させていただいたんですけど、その時に司会を江藤あやさんがされてましてですね、それであの楽屋でね、あのお話をしてましたら、あやさんが、あ、私出身あの愛知県の知多市なんですよってお話されてたんですね。あ、愛知県なんですか、僕ね岐阜なんですよっていうことで、結構あの東海三県って言いましてですね、あの愛知県を中心とした文化がありまして、愛知県、岐阜県、三重県、東海三県って言うんですけど、まあ、九州の仲間がこう結束が強かったりとか、まあ、四国の仲間がね結束が強かったりとかあると思うんですけど、東海地方は東海地方で、あ、東海地方なんだってなると結構こう意気投合するきっかけになったりするんですね。でそこで話をしてましたら、もう世代が本当に近くて出身地も近いということで、こうすっかりこう話し込んでしまいました、イベントの時に。その時にあやさんが、あの実はね、松井さん、私すごい歌やりたいんですよってお話をされてたんですね。あ、そうなんですかつって。で、私夢の一つに、あの誕生日ライブをするのが夢なんですよってことをあやさんおっしゃったんです。誕生日ライブ、そうですか、じゃ あ誕生日いつなんですかってお伺いしたら、私1月9日なんですとおっしゃったんですね。と思って、あの何がええかというとですね、僕の誕生日が1月8日なんですね。そしてさらにこのギターの今日ね強力にサポートしてくれてる千田恭平君の誕生日は1月7日です。そうなんですよ。もうね、びっくりしちゃって。拍手ですよね。しかもね、今日あの最初にやってくれた流星くんっていう男の子、もうあさって20歳になるということで、我があのレーベル、スタジオサンチークレーベルは本当こう誕生日が密集してましてですね、あやさん、それはじゃあ誕生日ライブせっかくですからやりましょうよということで、今日このね、あの誕生日ライブが実現いたしました。それできっかけでね、あのじゃあ僕楽曲作りますんで、せっかくだったら、うん、あの本気でちょっと音楽一回 やってみましょうよということで、アレンジをさせていただきました。まあ、最後にですね、そんなあやさんが今日スペシャルなライブを見せてくださると思いますので、ぜひ最後までね、皆さん楽しんでいっていただきたいと思います。まあ、今あのあやさんと僕同世代という話をしたんですが、多分皆さんこの会場の中におそらくあやさんと同世代イコール僕と同世代の方も何人もいらっしゃると思うんですけど、子供の時にあのすごく流行ったのがですね、後藤弁さんという方の本でノストラダムスの大予言というのが流行ったんですね。もうこれね、何のフィクションでもないぐらい本気で信じ込んでたんですよ、当時の子供たちっていうのは。まあ本が出たのは僕が生まれるちょっとくらい前なんですけど、ずっとブームが続いてまして、もう絶対に1999年7の月に空から大王が降ってくるって、まああんまり意味よく分かんないですけど、人類滅亡のね、あのなんかそういう予言だったんですよ。なんでもうクラス中で話題になりましてですね、うわー、もうあれ99年生まれてるよね。生まれてるね。もうその時にはこう小学校のクラスなんかで、うわ、23歳までしか生きれへんやんとかなんてね、すごくこう話が盛り上がりました。みんなも絶望に浸りましてですね、もう20代前半で死ぬんだってことはもう決められてるというふうに思ってた時期が本気であったんですね。それからもうすでにね、その99年というのがすっかりもう20年も前の話になりまして、
でもその当時その恐怖というか、どんな大人になってるんだろうってすごく不安に思って、大人になったばかりしなきゃいけないんだろうけど、でもその時の僕は今小学生だけど二十歳の僕はどうなってるんだろうなとかね、本当にすごくそういうふうに悩んでいました。そんな時の気持ちを思い出して作った歌があります。未来という曲を聴いてください。ということで、はい、ありがとうございます。ずっとね、ちょっと封印していましたしゃぶ山しゃぶ子というのを堂々と今ねやらせていただきましたので、ちょっとすっきりしてます。何急にどういうこと？別れてくれって。どうせあれでしょ、若いあの店の女の子とかでしょ。ああ会社のちょっと10代ってちょっと犯罪じゃない。あ、分かった、じゃ あ2番でいいから。あ、分かった、お金返さなくていいから大丈夫、あげるから、あげる、ちょっと待って、あ、お願いって。
店で一番強いやつですです。1月8日は松井さん、1月9日は、奇跡の